ファン必見ナンバーアンダーライン愛有明アリーナ初日涙と歓声の全記録ファンとの絆が明らかにナンバーアンダーラインアイ初公演で見えた真実とはアイドルグループナンバーアンダーラインアイの有明アリーナ初公演はファンにとってもメンバーにとっても待ち望んだ瞬間でしたこのグループの結成からの歩みは順風満帆とは言えず 数々の試練を乗り越えてきた彼らにとってこの公演は大きな意味を持っていました初日には13時30分と18時の2回公演が予定されており多くのファンが全国から集まりました初めての単独公演ということでメンバーの緊張感もひしひしと感じられましたがそれ以上に大きな期待と希望があふれていましたファンの皆さんは早朝から会場周辺に集まり 会場を待ちながら思い思いに過ごしていました。あるファンは、ナンバーアンダーラインアイの初単独公演、本当におめでとうございます。これからもずっと応援します、と語り、別のファンは、この日を迎えられて嬉しいです。3人が無事に公演を終えられますように、と感謝の気持ちを述べていました。このように、ファンたちはそれぞれの思いを胸に、 彼らのパフォーマンスを心待ちにしていました。公演が始まると会場は熱気に包まれました。彼らの登場とともに響き渡る歓声はまるで嵐のような勢いでした。オープニング曲から全力で歌い踊るナンバーアンダーラインアイの姿に観客は完全に魅了されました。特にリーダーの翔君は力強いダンスと歌唱力で観客を引きつけ、 君はその端正なルックスと優しい声でファンを魅了しましたそして神君は持ち前の明るさとパワフルなパフォーマンスで会場全体を一つにまとめ上げましたこの日の公演はただのエンターテインメントではなく彼らの努力の結晶でありファンとの絆を確かめ合う場でもありましたあるファンは今日の公演を見て本当に彼らが努力してきたことが伝わりました 涙が止まりまりせんでしたと感動を語りまた別のファンは彼らのパフォーマンスを見て私も頑張ろうという気持ちになりましたと自分自身の励みになったと話していましたまた公演中には特別なサプライズも用意されていました七夕の夜に行われた再会のエピソードを振り返りメンバーがそれぞれ感謝の気持ちを述べる場面では観客席からすすり泣きが聞こえました この瞬間、メンバーとファンとの間には言葉では表せない深い絆が存在していることが感じられました。雨が降りしきる中、会場へ向かうファンたちは足元に気をつけながらも、その足取りには期待と興奮が溢れていました。雨が強くなってるので行かれる片足元を注意してくださいね、というメッセージが SNS で広まり、多くのファンが互いに安全を気遣う様子も見られました。 このように、ナンバーアンダーラインアイのファンたちは単なる観客以上の存在であり、彼ら自身が一つのコミュニティを形成していました。公演終了後、SNS には感謝と感動のコメントが溢れました。今日の公演、最高でした。メンバーの皆さん、本当にありがとう。次回の公演が待ち遠しいです。これからもずっと応援します。 といったコメンントが多数寄せられナンバーアンダーラインアイの公演が多くの人々の心に深く刻まれたことがうかがえましたまたこの公演の成功はメンバーにとっても大きな自信となりました翔くんはインタビューで初の単独公演ということで緊張もありましたがファンの皆さんのおかげで無事に終えることができました「これからももっと成長していきたいです」と語り岸くんも「 ファンの皆さんの応援が本当に力になりました。次のステージも楽しみにしていてください、と感謝の気持ちを述べました。神くんもみんなで一緒に楽しめたことが何より嬉しかったです。これからもよろしくお願いします、とファンへの感謝を忘れませんでした。このように、ナンバーアンダーラインアイの初単独公演は大成功を収めました。しかし、 これは彼らの旅の始まりに過ぎません。これからも新たな挑戦が待ち受けていますが、彼らなら必ず乗り越えていけるでしょう。そして、その背後には常に応援し続けるファンの存在があります。ファンとの絆があれば、どんな困難も乗り越えていけると信じています。今回の講演を通じて、私たちは改めてエンターテインメントの力を実感しました。 音楽やダンスを通じて人々を感動させ希望を与えることができるということこれからもナンバーアンダーラインアイの活動を追いかけ彼らの成長とともに私たちも成長していきたいと思います最後にこの記事を読んでいる皆さんに問いたいですあなたにとってエンターテインメントとは何でしょうか そしてナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがあなたにとってどのような存在でしょうかぜひその答えを考えてみてくださいそれが私たちがこれからの未来を共に作り上げていくための一歩になるかもしれません公演の興奮が冷めやらぬ中ファンはそれぞれの方法で余韻を楽しんでいました SNS には続々と写真や感想が投稿され ハッシュタグハッシュタグナンバーリングアンダーラインデイイチがトレンド入りするなどファンコミュニティの結束力の強さが改めて感じられましたファン同士の交流も活発で公園で会った人たちと一緒に写真を撮りました素敵な思い出になりました初めて会った人と一緒に応援できて嬉しかったといったコメントが多数見られました彼らの活動はただのパフォーマンスに止まらず 人々をつなげる大きな力を持っていることを実感しました。公演の成功はメンバーだけでなくスタッフや関係者の尽力も大きかったです。ステージ設営や音響、照明のスタッフが一丸となり最高のパフォーマンスを支えるために働きました。特に照明スタッフの一人は彼らのパフォーマンスに合った照明演出を考えるのは大変でしたが、 ファンの皆さんの反応を見て苦労が報われました、と語っていました。このように舞台裏で支える多くの人々の努力があってこそ、今回の成功があったのです。ファンからの温かい声援に応える形で、メンバーたちは次のステップへと進む決意を新たにしました。公演終了後のインタビューで、神くんは今回の経験を糧にして、さらにレベルアップしたいと思います。 次は全国ツアーも視野に入れて活動していきたいですと語り、岸くんももっと多くのファンに直接会える機会を作りたいです。そのためにも、まずは自分たちのパフォーマンスを磨いていきますと意気込みを見せました。翔くんもファンのみんながいてくれるからこそ、僕たちはここまで来られました。これからも一緒に夢を追いかけていきましょうとファンとの絆を強調しました。 次のステージに向けた準備が始まる中で彼らの挑戦は続きます新しい楽曲制作やダンスの練習ファンイベントの企画など忙しい日々が待っていますしかし彼らの原動力はやはりファンの存在ですファンからの応援が彼らのモチベーションを高めより一層の努力へとつながりますその一方でファンの中には 次の公演こそは参加したいチケットが当たりますようにといった期待と願いが寄せられています。あるファンは今回の公演には行けなかったけれど次回こそは絶対に参加したいですと決意を語りまた別のファンはチケットが取れなかったのは残念だけど配信で楽しむことができました次は現地で応援したいですと次回への希望を語っていましたこのように 彼らの活動がファンの生活にどれほどの影響を与えているかがよくわかります。